学ぶって貴重なことを学ぶって言ってるんですけど、私は ありましたね。My name is John Wells. あ、ほらやっぱりね、英語やん。ねえ、生き残るための貴重なヒントを私は聞きに来たんですけど、英語です。ちょっと私日本人で、ちょっと大変申し訳ない、お手紙が全部英文だったからちょっと若干怪しいかなと思ってたんですけど、ねえ、全部貴重なヒントなんでしょこれって。今テープでこれ今再生されてるやつで、ちょっと待って、長えな話、まだ終わんねえのかね。一回これ押したらずっと流れ続けるみたいなパターンのやつで、ちょっと喋り終わるまで一応私もこのシャックっていうかこの間をね繋ぎたいんで、喋り終わるまでちょっと一応喋って繋ごうかなと思ってたんですけど、生きるためのヒントね、まだ長いな、生きるためのヒントだいぶ長いですね。これも1個の小説、短編小説書けるんじゃないかぐらいの長さ出てると思うんですけど、これあれから作者がちょっともうテキストで起こすのめんどくせえから、とりあえずもう文章で録音して流しとけみたいな。あー終わった終わった終わった。でもこれは日本語なんですね。私の名前はジョン・ウェルズです。私はプリスティンコの正式な市長。はい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 。あー、主人公はひょっとしたら専門家なのかな、動物関連の。あー、間もなく到着しますって書いてあるんですけど、これ私はひょっとしたら呼ばれた、不審な死が続いて、で調査団みたいな感じで呼ばれたのかな、私が呼びに行く途中なのかな、市長側の人間か、それとも助けに来た側の人間か。でもおそらく地形とか分かってないんで、まあ主人公は助けに来た側の専門家なんじゃないかな、調べに来た。なんか動物が結局は人を襲ってっていう話ですよね。一旦こっからこっちが出れますんで、出て、こっちか、こっちですね、枝広いの。これでシャベルとトラックがぶつかってたところのちょうど裏側に出れるってことですね。はい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 。ここはこっちはいけない、特に金網フェンス。あ、これ向こう、それもそも向こう側か。これなんだろう、これ地下鉄みたいなのありますね。これジャンプ、ジャンプいけない。そこ気になるな、それそれ気になる。地図に載ってたところかな。じゃあまずはこっちからしか行けないですよね。よしよし、じゃあこっち側調べてみましょうか。一応ね、タスクみたいなのは、ギャザーフォーボートアイテムと雪を取り除くなんで、これかな。あ、いけますね。あ、いける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 、3分の1って書いてあるんで、これで3分の2にならないですか。あれ、ならないですね。3分の1のまま入ればいいのかな、建物の中。雪取り除きました。なんだここ。あ、3分の2になった。あ、はいはい、なんだ、アイスシャックオプション。え、氷の上を旅するための氷の小屋。あー、部品を見つけてください。はい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 。10分の3。お、すごい、これ資材庫みたいな。で、これはドアのイラストが壁に描かれてるだけから開かないですね、ここ開かない。いや、取りこぼしとかありそうだな、見落とし。ここら辺はしっかり集めて、ちょっとアイテムがね、ちっちゃいアイテムとかだと分かりづらいんで見落としそうなんですけど、あ、ほらほらほら、集めて、ここも集めてしっかり。レジ、ホームセンターみたいな感じか。あ、布、はい、この辺とかは大丈夫、取り忘れない。ボルト10分の4、あと6個ですね。多分10分の10集めればいいんじゃないか説。すごいな、ホームセンターですね完全に。あ、あった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 。あ、でもこれ増えないな。ん、この板とか。あ、10分の5来ました。この部屋の中にあと5個もあるとは思えないんですけど。あ、これか、1、2、3、4、10分の9。やばい、あと1個あと1個足んないけど、ねえ、これあと1個見つけるの大変じゃない。もう一通り回りましたよ、ここら辺。ねえ、今全部見たぞ。どうする、あと1個足りない。え、どれだ、どこにある。え、全部拾いましたよね。いや、もう、あ、これか、10分の9のまま。これだこうなると弱いっすよね。どれだアイテム。あ、これか、
ああよかったコンプリートいたしました。10分の10、これでここのミッションは終了かな。ああよかった、見つけきれて。こうなってくるとさ、同じところ何回も見ないといけないって。こっちはなんだ、こっち側は初めてですね。こっち来たことないな。はいはい、まだ新しいエリア来ました。でもね、雪を取り除くって、こうシャベルを使って雪を取り除きますが、3分の2のままなんですよ。プリスティンレイク、新しい場所来ましたね。なんかタスクが気になりますよね、ずっとそこの左のタスク。小屋のオプションはコンプリートしたんですよ、10分の10。だからさっきのマップで3分の2になってるんで、1箇所まだ取り除けてないところあるのかな。これ死体、お肉、あーいただきます、いただきます、お肉いただきます。左に道が続いてますね、こっち側。あとね、ギャザー4ボートアイテムっていうのも4分の2のままなんですよ。これはあれかな、クラフトベンチ、ワークベンチありましたよね。これは警察、何、何何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 何、ちょっと待って、ここだけ BGM がおかしい。なんだ今のクマ、今クマいましたよね、クマ、ゾンクマみたいなやつが。ちょ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 、ああここ焚き火やろ、焚き火。ちょっと寒い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 、とりあえず焚き火に火つけて、お肉焼こう、お腹すいたわ。ちょっと火つけて、ちょっと待てよ、クマいるぞクマでできた、クマね。よく見たらあそこにね、アイテムはめ込めそうな青い光が見えるんですよ。ボートって言うんだから、あーこれ池子だよ、建築システム、ここに小屋を建ててくれってこと。あー表情って書いてありましたもんね、そういえば。表情の小屋、あここに建てればいいのかな、氷の小屋を建てる。で、あーこれか、モーター、あーボルトで作られた新しいフィンを取り付けて加工する。あーこれですね、1個足んないけど、ギャザー4ボートアイテム。あーでここにアイスジャックの小屋を建てればいいってことなんですかね。はあ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 、一旦ワークベンチの場所まで戻ってきたんですけど、戻りつつですね、このボートのパーツ探したんですけどないですね。4分の3、結構探してるんですけど4分の4がないんですよ。あと1個、このタイラーっていうのがメタルパイプが1個ない。あーでエンジンを作るのにタイラーが1個足りないって言ってるんですね。あーってことは今必要なのはメタルパイプか、ないのが4つ目のパーツがない。ブラケットとこのスタッグっていうのはありますんで、あーこれはプロペラのあれかな、ところプロペラっていうか、あの舵の部分なんですかね、形的に。あーそういうことか。だから、メタルパイプ4分の4のこのアイテムは別に作れるわけじゃないっぽいですから、これは拾って見つけないといけないってやつか。いやどうしよう、1個ねえわアイテム。もういけるところ結構探したっすけどね。ちょっと待って、これ行き詰まるぞ、これこのまま行くと。大丈夫か、雲行きがだいぶ怪しくなってきたんですけどでもね、雪を取り除くってところも3分の2のままなんで、ここにメタルパイプがあるんじゃないか説の方が濃厚だと思うんですけど、雪かきする場所どっか私見落としてますね。あの後しばらく探したんですけど全然見つからないんで、一旦あの気持ちリセットさせるためにビルディングしますこれね、表情の上に作んなきゃいけないんですかね。ちょっといろいろ分かんないことの方が多いんですけど、これでビルディング、あ床できましたね。はあはい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 、いいじゃないですかいいじゃないですか。で、ウォール、ドア枠、窓枠、せっかくだから窓枠にしましょうか。あはいはい、窓枠できました。あとは壁、壁でいいかな。であとはゲート、入り口のゲート作って、あはははは、隙間風がすごいこれで吹雪しのげるんですかね。で天井を張って、あーいいじゃないですかいいじゃないですか、はい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 、あーやっぱビルディングできるといいですね我が家
大概4畳半なんですよね、 1×1 の我が家です。これなんか階段みたいな欲しいですね。入り口土台がちょっと高床式になってますから、これかな、ファンデーション、あ、いいですね。おおいいじゃないですか、怖がりみたいな。あー、でこの窓閉められないのかな、窓はなんか、いや、あ、ちょっとすごい位置につくな、これ合ってます、これで、え、これ窓、これでちょっとつけてみますよ、これで、はい、あ、あ、移動するんですね。あー、でもいいじゃないですか、あ、一応窓もつけれるんですね。あー、はい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 、これで4畳半の一間、4畳半もないですよね、こんな2畳ぐらいしかないよ。2畳、はい、でここにせっかくキャンプファイヤーとか置きましょうか。はい、できました。やっぱなんだろうな、自拠点作るとめっちゃ落ち着きますね、な、安心感が全然違う。で今のところチェストとかは作れなさそうなんですけど、まあ、アイテムはバックパックの中に全部収まってますんで一通りはいいと。まあこれで食べるものも食べたし、できるだけの現実逃避はしたんですけど、残りね、探索してないところほぼほぼないと思うんですけど、もう結構ね何回か往復してるんですよこの周り、でも全然ないんですよね。多分これこのボートのパーツを作って向こう側に渡るみたいな感じだと思うんですけど、ちょっともう一回スタート地点まで行っていろいろと探し直さなあかんっすねこれね。完全これ今この先積んでますよ私。あすぐ近くに脇道見つけました。ここじゃないねえ、あのさっきクマがいたところパトカー止まってて、ほらやっぱ、あー見つけた、これじゃない、これですよねきっと、これ絶対雪かきする、あーここだここだここだ、見つけた、よかった見つかって、すげー近くでした実は。はあ、これでなんかちょっと BGM が静かに、おかしい BGM が流れてるんですよ、なんかおどろおどろしい BGM っていうか、これちょっとフレアが持っていった方がいいな、いるでしょー、あーやべえぞ、なんかちょっと一人で閉めて、はっ、なんじゃこりゃ、はっ、ライフル、え、 SVD 拾った、やばい SVD 拾いました、やべえ、なんだこれか、はっ、はっ、メタルパイプあった、メタルパイプ、やべえ、え、キモい、え、どうしよう、どうしよう、動き出さない、大丈夫、とりあえずアイテム拾って、いや、あんまり後ろ向きたくないんですよ、背中から襲われそうな感じなんで、とりあえずアイテム拾いだけ拾って、やべえ、ちょっとカオスみたいな、カオスな状態になってる、ちょっととりあえず拾って拾って、ちょっとトランシーバーがずっとジージー言ってるんですよさっきから、トランシーバーがずっとジージー言ってて、はい、どうした、こちらフサオです、出た、英語ですよね、英語でなんか喋ってるんですよ、うん、あの I'm Japanese friendly player、 あの趣味は遭難、趣味遭難が好きで、遭難マニア、私、あは、yes yes yes yes、 今あの後ろでクマが、 bear is、すごい、気持ち悪い、ことになってる、切れましたね。ちょっとダメだわ。これは、あは、タイラー本体拾えた、あ、これクラフトメタルパイプいらないじゃないですか、あ、てかなんだこれ、近づいても大丈夫、近づけますよ、あ、あ、え、あ、何、めちゃくちゃ人間の頭が噛みついた状態で、そんな食べながら寝たらちょっと寝相悪いみたいな感じ、嘘でしょ、え、どうする、添い寝する、やっぱねえ、ここでやっぱ寝袋敷いてさ添い寝、特に何も起きるわけじゃないですね、襲ってくるわけでもないし、なんかあるわけでもない感じですね、危な、ちょっと怖いですね、一旦とりあえずこのトランシーバー手に入れれるわけじゃなくて、これだけでいいのかな、こんだけってことですか、まあ、とりあえず戻ってボートにエンジンくっつけに行く前に組み立てなくちゃいけないのか、エンジンを作んなきゃいけない、やばい、来たちょっとハンドが、やべ、ちょっと武器の持ち替えがさ、よし、これでフレアガンで一旦、あー向こうにもいますね、はあ、あ、いや、さっきまでいなかったオオカミたちが、あー、やっぱこれあれか、アイテム拾ったことによってなんかトリガーが発動した感じですね。これ
もう無事にさ戻れる気がしないんですけど一旦これで、モーターパーツこれでクラフトできますね。30秒、ちょっと待ちましょう待ちましょう。モーターパーツ完成しました。そしてこちら見てください、 SVD でございます。スカムやってた時にこの銃で拠点抜きだったんですよね。いい銃なんですよこれが。でこの銃持って歩いた方がいいですよね。弾10発しかないんですけど、これであとはモーターパーツエンジンをですねボートに取り付けるだけなんですけど、おっいやちょっと待った、クマ、あ、クマ、やばい、クマ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 、あー、危ねえ焦った、急に来た、びっくりした。普通にワンちゃんと同じテンションで来るから、あ、これのための SVD か。クマやれました、あ、焦ったナチュラルにいたわ今セルはマジでちょっといないもん。大丈夫他こっちは大丈夫だね。よし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 、ちょっと早くエンジン取り付けに行こう。エンジン取り付けてで向こうのマップに移動する感じかな。これで何何何、ちょっと待って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 、ビビるなマジで。なんでここに隠れてた今。とりあえず早くつけたい、ね、もう大丈夫、安全確認 OK で、エンジンを持ってつければいいのかな。これで装着ついた、お、ついた。プレイしていただきありがとうございます。あーちょっと待って、ここまでがひょっとして、お、どうなんだこれ。あと他の内容わかんないけど、ここまでなんですかね。プレス F to use、 あ、これで、ちょっと待ってよ、なんかボタンがおかしくなってる。これで E か、 E to use、 お、お、もしかして、あ、ムービー来た。あ、じゃあプレイテストはここまでってことですね。あーそういうこと。何、何が泳いでるの今、なんか下になんか下になんか泳いでた。うわー、はい、ということでプレイテストは一旦のエンディングなのかなって。なんか、あ、口から入ってよ今、口から何か、え、さっきの家ですね、添い寝しようかどうか迷ったんですけど、ここさっきの小屋だな。あ、まさかのクマが、ああ、起き上がって、はあそうよ、そう、びっくりしたそういう謎は全て解けた。だから動物に何らかの生物が、宇宙人みたいな、寄生してるんですね。でその動物が凶暴になって人々を襲うみたいな。あー、これちょっと続きのアップデートとかめっちゃ気になりますねこのゲーム。いや、どうでしたか皆さん、プレイテスト、あー元に戻った、オープニングに、あー、いや無事にプレイテスト終わりました。いや私的にはね、すげえ面白かったですね。こうちゃんと上か脇とかクラフト要素ビルディングまでしっかりやってね、でなおかつ、まあ、まあ、大枠は日本語、まあ、大事なところは英語だったんですけどはい、ということで、新作の、フリジットでした。これまだね、多分ね今後ねアップデート繰り返して、早期アクセスアルファとかやるのかな、わかんないですけど、今後のアップデート期待していきたいですね。アップデートしたらまた動画の方をまとめていきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。ということで今回のゲームはここまで、また次回の動画、次回のシリーズでお会いいたしましょう。お楽しみ様でした。